水素循環社会の要素移動式の水素製造プラント船で水を電気分解するハイドロゲンチャレンジャー水素運搬潜水ソフロンティア水素エネルギー社会は水素を燃料として用いる社会システム水素社会とも呼ばれる水素の生産は主にエネルギー源として化石燃料を消費して生産するこの際に二酸化炭素が生成され 二酸化炭素貯留法を用いない限り、大気へ排出される。しかし、もしも安価かつ二酸化炭素を大気へ排出しない、エネルギー源が存在した場合に、もしくは余剰電力が大量に存在する場合に、それから水素を効率よく大量生産できたならば、生産された水素を燃焼させる、利用段階時に限れば二酸化炭素を排出しない、ことから、 環境負荷が低い社会が実現するとされる。水素を用いる燃料電池の原理は19世紀には見出されていたが、社会システム面までの言及は、1970年のミシガン大学ローレンス W ・ジョーンズのトゥウォード、エーリクイットハイドロゲンフュエルエコノミーによる。燃料電池は、内燃機関よりも、技術的には高度ではあるものの、全体的な効率は、内燃機関よりも高効率ではない。 燃料電池は自動車、船舶から携帯端末やコンピュータまで様々な用途における電力を供給可能である。燃料電池自動車は乗用車ではトヨタミライ、ヒュンダイナイ三3 5 f c e v ホンダクラリティフューエルセルなど、路線バスではトヨタソラなどのようにリ,リース販売や一般販売が行われるようになっており、他の主要な自動車会社でも、 燃料電池車の開発が進められている。ありがとうございます。